植民地化を進めていきますね。でさらに下に朝鮮人が来るわけですね。ですのでそういうふうな形で朝鮮人というのは、沖縄においても植民地の出身の方は、やはりそういうだんだん掘っていく一番まあ危険危ないところ、中にはまあ土砂で崩れてくるかも分かりません。일본이침략국가였다라는것을부정합니다위안부문제이것도절대간제한적이없고安倍政権に対する批判的目標ネギが折れ落ちじゃない。抵抗する、放送人が全部追放されていくと。그럼무관심한사람들이너무많기때문에독재정권을탄생시킨다。心の中にこう定着してしまって抵抗する力を奪ってしまう。벌써일본형정치주의가완성됐다고봅니다